はいじゃあそれではホワイトボードを移してください具体中小のプロセス演習こちら学習を始めていきますはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうかはいじゃあそれではですね具体中小のプロセス演習平成二十九年度こちら学習を始めていきましょう はいじゃあまずお手元見てくださいまだ解いていない方はまずは問題編ですね問題編でこちら説問文が書いてあるかなと思いますで説問文が第1問から第5問まで書いてありましてその次はい回答欄がありますで回答欄の平成29年度事例の1のところにまず具体的な内容 ここまずマーカーでも結構なんですけれども、まあ、初めて学習する方はぜひねこのどののの部分分をピピッッッッククアアププししたらいいいいかなっていうのをご自分でててみてください、まあ、一度書くっていうことは必要かなと思いますんであこんな感じでピックアップすればいいのかっていうのが一旦分かればあとはねこうマーカーでこうね引きながら重要ポイントを、まあ、直接この説問文の中でねマーカーを引きながら進めていただいても構いません。 ですが、まあ一応まあピックアップをすると、そしてここが肝です。抽象化見ていただきたいのが知識を過剰書きでまとめると書いてあるんですが、ここが厳し i メソッドの中のやっぱり肝になります。具体から抽象で特に事例の一の場合にはこの抽象化をしっかりしないと、やっぱ回答の軸作れません。で、回答の軸が作れないとこれどういうことになるのかというと、いくら予見情報を 固めてしっかりと書いた後と自分では書いたと思っても本試験では点数がなかなか伸びないという形になりますので点数しっかりね取っていくためには理論のプロである試験医の先生に対してこの部分具体から抽象で解答の方を早速見ていきましょうまだ解いていない方はここねあの一旦止めていただければと思いますでもう解かれた方は見てください解答編早速第一問見ていきます これピッックアップです景気低迷の中とかでピックアップしていただいてここでじゃあ抽象化もちろんこの部分では予見文書まだ書かれていないなですねですから予見文書書かれていないので問要求今この「質問文」から「質問要求」として読み取れるだけの内容で結構です。 まあももちろんんう過去問解いててるよなんて方はですねまあふかして書いていただくのは全然構いませんが最低限この部分に抽象化できるかっていうのがまず最初の軸作りでなぜ最初と申し上げたのかっていうと1段階型でそのままいける問題もありますが2段階型で予見をさらに抽象化しなければいけないという問題もありますんでそこちょっとね注意していただきたいと思います。 はい、じゃあ、いきましょう。早速ですね、第一問の中で、まずピックアップしていただきたいのは。この景気低迷の中、ですね。景気低迷の中、じゃ、どうするかと。まあ、景気低迷っていうのを、まず考えたときに、中小株ロックシート共通編のゼロ六見てください。一緒に見ていきましょうね。後ろ。ゼロ六を見ていただきますと、こちら書いてありますね。スウォット分析が書いてあります。 でスウォット分析その中の皆さんピックアップしていただきたいのは大きい一番の丸一機械かける強み強みを生かし機械をつかむというところがポイントになります強みを生かし機械をつかむ、ね、ですからなんかこれ人気商品にさせたっていうことはなんかこう強みを生かしたんだなとそれが何の強みかっていうのはまだこの段階で分からなくてもまあ強みで機械はあったわけですよなければなかなかね こちら書いてあるように人気商品にさせたっていうことはなかなかないだからもうその経営者が何かのアクションを起こす前に機会があったもしくはさらに強い強みがあったのかななんてところを類推しながら考えていただきたいですからまずは共通編のこちら見ていただきたいのは06ちょっと見てくださいお手元ですね共通編の06です。ちょょっとホワイトボードを書ききながら進めていきましょう 中小化ブロックシート共通編の06、はい、でまずそういった知識をパッと思い出せるかが勝負です。でこれは低迷の中っていったところでもちろん脅威という風にとってもいいんですけどなんか市場から消えたのってまあ経営的にうまくいってないからじゃないかというところで弱みとして今回みたいに取り上げていただいても全然構いません。 ですからまあ今回弱みとしてますが別にこれ脅威としていただいてもその辺はね皆さんの読み取り方次第ですのでそんなに深くこだわらなくても大丈夫ただネガティブだとまあ私の考えだとポジティブかネガティブかで考えていくと大体ですね早く分けられますんでぜひねスオット分析の応用版としてそういうふうに考えていただきたいと。じゃあ行きましょう続いて持続的競争優位じゃあここでポイントなのは 一度市場から消えた人気商品ってなっててなますね主力商品ってなってますねで再び人気商品にさせたさせたということは何かこうね要因があるわけです今回要因ですからするとここで皆さんが考えなきゃいけないのは何かというとこの何かがあるじゃあその何かとは何かというと弱みじゃお客さん買,買ってもらえないです弱みだけでは買ってもらえない何か強みがあるということはここにあるように皆さんはい。 持続的競争優位。で、ここはもうブリオ分析考えてください。もう持続的競争優位のところは V. R. I. O. 分析、ブリオ分析。で、ポイントはブリオ分析は甘めにと。 でブリオ分析はじゃあどこに書いてあるのかと言いますと、まあ、こちら皆さん一次試験のテキストある方は一次試験のテキストあとはこちら共通編の08の中小化ブロックシートを見てください共通編08、ね、見ていただきますとブリオ分析が書いてありますねでこの4つの問いかけで甘めにつけてください中小企業ですから甘めです08共通化の共通編の08ですねはい、まあ、こちらとでこの部分で あとはもう一度出てくるのが因果関係って出てますね因果関係要因とか原因っていうのが出た時には因果関係をしっかりとインプットしていただきたい。まあ、来るなとじゃあ因果関係って何だろうと。で端的に皆さんここで結果に飛びつかないでくださいこれ危ない。結果に飛びつくのではなくて何か他の予見の段落にあるんじゃないかといったところでポイントはやっぱり結果から。 これがどっっかの段落にああたらさあ探す。なぜそういうふうになったのかというのを因の原因とか要因これを探すことをちょっとためらあの怠らないでくださいねと。で焦らないよろしいですかこの手の問題は取れます取れますので焦らない。 ね、時系列に関しては、先ほどちょっとこちらと合わせて見ていただくとわかりやすいですので、ちょっと最初、あの、先ほど学習したところ、ちょっとこちら見てください。えっと、抽象化目もありました。44ページね、こちらと合わせて見ていただければと思います。抽象化目もですね、こちら前で学習してますんで、そこで時系列言ってますんで、今回は省略します。はい、じゃあいきましょう。で、そういったところと、ここよろしいでしょうか。で、絞り込んでいく。 因果関係で最後はい考えられるかだからこれは類推なので何か知識が必要さあ皆さんがここで判断していた,だい,たいただきたいのは1段階型か2段階型かって言ったらこれこの段階だととちょっとピンときませんよね何かを分析しなきゃいけないこれとこれで分析しなければいけないですよというところになりますのでじゃあそれ何かと。さあこれは2段階型なのかなと。 予見が必ず必要だよねと。はいまあ、こちらちょっと皆さんピックアップしてください。予見文書どこかなみたいなね。まあ、今回こちらまでなんではい。じゃ、続いていきましょう。第2問第2問見ていただきます。と、まずこちらはい。a 社の正規社員数さあここで。 考えていただきたいのは正規社員のメリットデメリットこれをいきなり進めていただいても構いませんでそれは何かというと正規社員のメリットデメリットっていうのは逆に非正規社員のメリットデメリットの、まあ、若干裏返し的なイメージもありますのでそこをピックアップしていただいても構いません、まあ、今回はダイレクトにね、まあ、下の方を読んで同業他社と比して少人数とかあとこちら見ていただきたい少人数の正規社員で運営を可能ということでうん 少人数の正規社員で運営を可能ということは、これも読み取ってくださいね。非正規社員、結構頑張ってるな、もしくは戦略的にうまく活用しているなと言ったところ。まあ、この辺は、まあ、最近のこう、組織人事的な流れってあるじゃないですか。世の中の。ありますよね。 非正規雇用とか非正規従業員の活用っていうのが出てきますんで、まあ、そんな内容なのかなと当たりをつけていただいてさあ A 社の経営体制にはどのような特徴ここをピックアップしていくことが大事とじゃあここで見ていくのがまず中小化のところではい非正規社員のメリットはい中小化ブロックシート事例の1の後ろ見てください3 2まずここでこの非正規社員活用のメリットデメリットが ここの段階で浮かばないと予見文書を見てもなかなか回答がこうねこう回答を作ることができないというふうになりますからまず皆さんが見ていただきたいのが中小化ブロックシート事例の1のところですね組織人事のところの中小化ブロックシートの32さあここをまずピックアップしていくことがものすごく大事になります。 はい、であとは何かっていうともう SWOT 分析の強みといったところが何かあるよねとだからポジティブなところを皆さんピックアップしていけば OK ですということはスウォット共通編の06は使うよねとですから予見文書を分析する際に SWOT 分析かなり重要だなとここもここも絡んでくるよねというところをちゃんとピックアップしていただきたいと。でそししていきましょうこの経営体制 この読み取り方は先ほどね紹介した通りなのでまあ経営組織の強み体制っていうのは何かの仕組みですからで仕組みって考えた時にやっぱりこれ事例の位置なんでまあ、組織かなというふうに当たりをつけていただくのがまあスムーズかなと思います法的なとかいうのはおかしいじゃないですかねよろしいでしょうかはいですからまずは第2問のところこちらピックアップをしていくでポイントは何かっていうとこちら この部分ですね中小化ブロックシートここが合彙分けますねここ早くできるかできないかっていうのが勝負かなはいじゃあ続いていきましょう続いてのところが第3問になりますで第3問見てください A 社が工業団地に移転し創業どのような戦略的メリットを生み出した 考えられるかさあ類推だ知識だということで見ていただきたいのがじゃあ産業集積のメリットこれをまず覚えていただくっていうことがものすごく大事になります。じゃあもし思いつかなかったらどうするのかこのなんか「集積」って思いつかないとメリットが。ね。SWOT の強みは思いつきましたじゃあ共通編の06はいけますよねと多分強みですから。 強みと何か強みとね絡めていくんだろうなと予見文章のとここが当たりつきますがちょっとわからないなとわからない時にこううまくひねり出して回答していくところがポイントでじゃあこちら何で考えていくのかっていうと戦略的に考えてください産業集積ということは戦略的に考えていきますとまずどこかのグループに入るわけですね。だから集積という一つまあ組織体の中に入っていくわけですある種の。 でその時にじゃあその A 社さんは他の企業に対してどうですか垂直なのか水平なのかどういう連携に近いですかとこの辺なんです皆さん類似のブロックシートを考えながら回答するだからいや覚えたのからないいや覚えたのにはないと思ってもどこかにありますだって一次試験の知識でないところをいきなり出してっていうのはみんなできないわけですから。 だからそこで皆さん、合格点を取るためにはどうしたらいいのかというと例えば、例えばですねこちら07見てください、組織人事のところの07のところを見てください。さあ,あこちらですねあ、07、ごめんなさいね、えっと、水平連携ですから、組織人事じゃないです、これね、後ろの方になります、まあ。マーケティングにももちろんありますけれども、白書編見てください。白書編 はい垂直連携ネットワークと水平連携ネットワークはい白書編中小企業白書編の07見てください白って書きます白書編の07見てくださいで何に近いのか一種の連携に近いのかなというふうに当たりをつけて回答するっていうのもこれテクニックですぜひだからブロックシートはしっかり覚えてくださいっていうのは「 ななんとなく組織で言葉と結びつけんじゃなくて内容もししっかかかりり把握しておけば何かが使えないかという風にないいとうにますそれがここ見ていただきますとあ共同仕入れとかなんかあるじゃないですかね共同販売とか共同術用とかでそこに書いてあるキーワード見てください。規模の経済性とか範囲の経済性なんかこの辺って水平っていうことは同じ集積の中では水平ですよね。 水平 A 社社と他の会社垂直じゃないじゃゃないですか。まあもし取引先がいるならば垂直なんですけどそうじゃなければ、ね、A 社と、ね、そこに関する別の技術を持ったお菓子のところがあるかもしれないねあと別の技術を持った何か食品があるかもしれないそういったところで考えていくと水平になりますねこういったあのブロックシートの活用ぜひね応用の活用の仕方として 皆さん身ににつけていいたただきたいとここすごく重要になりますでそこができた方これ実際に受講生の方から僕聞いたんです合格者の方集積って覚えてたまあ白書でねとかいろいろこう一次試験のテキストとかねいやーちょっと忘れちゃってみたいなでどうやって解いた集積って、まあ、同じようなね工業団地ですか同じような企業が来るからなんか横とのつながりあるかと思って白書へのブロックシートで考えたこれもうすごいです。 だから出ている出てないじゃなくて皆さんは実際にこう持ち駒をしっかりと覚えてあるのでうまく変化させて皆さん自身で変化させてこう試験を打ち取っていただきたいんですねですから是非ねこちら皆さん今回は水平連携白書への07ヒントに考えていただきたいとはいじゃあ続いていきましょう、まあ、こちらはじゃあどうなのかっていうと何かこう強みですから2段階型なのかなとでさらにいきますよ第4問いきましょう 第4問のピックアップポイントは A 社は全国市場に拡大することビジョン障害となるリスクの可能性そして中小企業診断士の立場で助言せよという問題になりますでそしてまず見ていただくのがはいここで出るのが成長ベクトル共通編のゼロ一。で、共通編の01の成長ベクトルをまずピックアップしていただいたら同時に。共通編の 10番ののシナジーってていいうのを考えてくださいこれねセットで考えた方が最近の試験の傾向ではいいかなと思いますセットこれしっかりとセットで考えていただきたいねセットで考えてだからシナジーが活かせないっていうことはビジネス上結構リスクは高まりますよねだ全然違うことやるから無駄にコストかかったりなんだりっていうのはありますですからシナジーを生かすということを考えていただくと。 これすごくポイントになるかなと。でもちろん成長ベクトル他ここもう説明しません。で、その時に。今回の問題もそうなんですけど、この時点では。新市場じゃないですか。設問要求だけだと。新市場かな。と思うんですよ。ですよね。全国に拡大。 だけどなんかこう予見文書を読んでいくとこれ多角化なのかなっていうところが分かってきますだからこの状態で今回答の中ではまあざっくり当たりなんですよ新市場当,たあの当てていますあの新市場とかあとは新商品とか多角化っていうふうに当たりをつけてますがまあ多角化と例えば新,製品はか新商品は書かなくても結構です書かなくても結構ここがちょっとねあの応用という形で書いてしまってますねですからまあ新市場開発かなったあたりでただし 大体多い多のがね新市場開発かなとこう思うんですよ、ね、思うんですけどだいたいほぼほぼこの最近の結構見てると結構多角化戦略大好きな先生なのでもう勉強してる方多角化もちょっと注意しようかなと予見文読んだら実はね内容が付加されていてそっちのことかななんていうふうに当たりをつけていただいても結構です。はいで続いていきましょう今度はシナジー多角化の採用動機ととったところになりますさあ皆さん多角化の採用動機どこにありました共通編にありますよね ちょっと前見ていきましょう共通編のところ多角化戦略02はい見てくださいこちらえっと多角化の採用時なぜなんだろうなと言ったところこれ合わせて見てくださいですから共通編の01と02でこの共通編の02ももちろん共通編の01とできればセットに考えていただくと非常にいいかなと、ね、3点セットみたいな形で考えていただきたいとはいじゃあいきましょうここでまあ 診断士の立場でですからなんかこう一次試験の知識を使いながらなんか助言する類推かなというふうに考えてくださいで事業リスクはちょっとわからないんですけどまあ予見文書を見ながら何かのリスクがあるんじゃないかといったところをまあ当たりとしてちょっと考えていただくここまでで大丈夫ですはいじゃあ続いていきましょう第5問さあ第3の創業期とも言うべき時期といったところでまず考えていただきたいのが組織の成長モデルね 別の言い方をすると事例,1編の10番事例1編の皆さんお手元一緒に見ていきましょう10番中小化ブロックシート10番のこちらはいえっ、ー、とちょっと前ですね中小化ブロックシート10番の組織のライフサイクルモデルのところになりますので皆さんお手元を見てくださいちょっと開きすぎますね組織のライフサイクルモデルのどの段階かなというところを考えて県、まあ、権限以上いるのかなとか、まあ、そういう辺りをまずつけていただきたい。 ですから組織編の10よろしいでしょうか事例1ですね抽象化ブロックシートの10番目ここをまずピックアップしていただきたい組織のライフサイクルモデルあとはスウォット使えますよねとかありますねで見ていただきますとそうですねこちら弱みがあるんじゃないかとなぜかと課題ですなんか課題ってよろしいですか課題と問題違いますね 問題っていうのは因因果関係考えて原因でその上で課題っていうのはその原因を何か克服するとか問題点を克服するために何かをすべきっていうちょっとこう提案的な内容にもこうつながっていきますかね課題よろしいですかここちょっと注意してください課題だから原因と課題ってこれ今抽象化でピックアップしてありますがえっと因果関係の因そこに対してこの臭いものを元から断つためにはどうしたらいいかと。 言ったところで課題というのが出てきます。はい。で、そして類推というところなんで、まずは皆さんの中で共通編のゼロ六。このスワットは使いますよね。はい。まあ、そういったところをまずしっかりとピックアップしていただきたい。で、これはもう組織的課題ということなので、組織論の知識を使うんだろうなと。こういうあたりもつきますね。組織論のどこかと。 まあその辺もぜひね、当たりをつけて回答をこちら、進めていただきたいと。はいよろしいでしょうかね。はいじゃあ、それではですねこの辺ピックアップできればあとは次にね、こう予見文書を読んでいくという形になりますのでぜひ、是非まあ、まずここまでをいかに早くできるかここに今、挙げた内容をしっかりと書けたかといったところ回答のところですね、まあ、しっかり確認して復習を進めていただきたいと。はいじゃあ、それではですねこちら、ホワイトボード切り替えていきますので、映してください。よろししくお願いします